霊夢、ちょっと聞いてくれ。あらマリサ、どうしたの？つい最近、巨竜の新種が発見されたんだ。しかもそいつの体長は、なんと史上最大級かもしれないんだぜ。へえ、すごくワクワクする話ね。だろ？こんなニュースは放っておけないから、今日は巨大な巨竜について語るぜ。それはいいわね、早速聞かせてちょうだい。そういえば、巨竜の話って最後にしたのは結構前よね。確か、昔海に住んでいた爬虫類のことだったかしら？ああ、約2億5000万年前から約9000万年前の三畳紀前期から白亜紀後期に存在した、イルカのような見た目の水生捕食者だな。恐竜の出現は約2億3000万年前だから、巨竜は恐竜よりも先輩なんだぜ。随分昔から生息しているのね。恐竜よりも先に、食物連鎖のトップを手に入れていたんだわ。そうなんだ、かっこいいよな。巨竜の頭部はイルカに似ていて尾びれは大きく、素早く泳ぐのが得意だったんだ。一方で、実は祖先の爬虫類が具体的に何なのかは未だわかっていないんだぜ。強い上に謎も尽きないなんて、マリサが興奮するのもわかるわ。食物連鎖の頂点ってことは、巨竜はみんな大きかったのかしら？巨竜の平均体長は2メートルから4メートルだぜ。ただし、これより小さいものも、逆に大きいものも存在したんだ。2メートルから4メートルってすでにそこそこ大きいと思うけど、さらに大きいものもいたの？ああ、10メートルから20メートルサイズもいるんだぜ。今回見つかった新種は、なんと25メートルくらいあるとされているんだぜ。すごいわ、一匹で25メートルプールを独り占めしちゃえる大きさね。そうだろ、じゃあ、巨竜についてもわかったことだし、改めて新種について紹介するぜ。新種の名前はイクチオタイタンセベルネンシスだ。発表されたのは2024年の4月17日、イギリスで見つかった巨大なシターゴの化石を調べた結果、三畳紀後期に生息していた、新種の魚竜だと判明したんだぜ。本当につい最近ね、化石が見つかったのも今年に入ってからだったの？いや、実は、最初に化石が発見されたのは2018年なんだが、当時は種を特定できなかったんだ。それじゃあ、どうして今になって新種ってわかったの？2020年に、新たにもう一つシターゴの化石が見つかったからだぜ。この化石は最初に見つかった化石よりも状態が良かったから、二つの化石を比較して、同じ種のものだと確認することができたんだ。二つも発見できたなんて運がいいわね。けど、見つかったのはシターゴ二つだけなの？そうなんだ。だから、未だに明確な大きさはわからないんだぜ。けど、もしイクチオタイタンが他の魚竜と同じような体型だとしたら、体長は約25メートルになると推定されているんだ。これは、ちょうどシロナガスクジラと同程度の大きさなんだぜ。そんな巨大生物が古代の海を泳いでいたなんて、ロマンあふれる話だわ。他の部位も見つかって、手がかりが増えるといいわね。なんてったって巨大生物の骨だし、顎が見つかった企画を掘り起こせば、案外すぐ見つかるかもしれないわよ。霊夢、甘く見てもらっちゃ困るぜ。巨大な生き物だからこそ、化石が見つかりづらいんだ。え、そうなの？一体どういうこと？実は、大きな生き物の死骸は、他の生物に食べられる時間がより長くなるんだぜ。例えばクジラの死骸は、3年から5年もの間いろんな生き物の住処や食料となりながら、ゆっくりと分解されていくんだ。実際、今回見つかった化石の一つにも、他の生き物にかじられた形跡が残っているんだぜ。体が大きい分、分解するにも時間がかかるのね。そんなに大きいと、生きていくのも大変そうだわ。きっと、とてつもない量の食べ物が必要よね。そうだな。これほど巨大な生き物がいたということは、その巨大生物を支えられるほどの、食物網や生態系があったってことだと思うぜ。三畳紀の海って豊かだったのね。研究者の中には、この豊富な食物網は、プランクトンが進化した結果だと考えている人もいるみたいだな。無数の小さな生き物が生態系を支えているのは、今も昔も変わらないのね。はぁ、一度でいいから、生きている巨大魚竜を見てみたかったわ。どうして巨大魚竜は絶滅しちゃったのかしら。きっかけは、大規模な火山活動だと言われているぜ。火山が活発に噴火することで、地球の気候や海の化学的な性質などが、様変わりした結果、三畳紀末の大量絶滅が引き起こされたんだ。これは、過去に起こった五大絶滅の一つとも言われているほどの大絶滅なんだぜ。何度か聞いたことがあるわ。魚竜以外にも、いろんな生き物が絶滅したのよね。一応、魚竜はこの火山活動による大量絶滅で完全にいなくなったわけではなくて、その後のジュラ紀にも、体長10メートルほどの魚竜は出てきたんだぜ。でも、三畳紀末を生き延びた巨大魚竜は存在しなくて、後に出てくる巨大魚竜は、皆一から巨大化し直したんだ。そっか、巨大な種だけは三畳紀末を生き残ることができなかったのね。
今回見つかったイクチオタイタンは最大級の出世だけじゃなくて、火山活動による大量絶滅が起こるまで生きていた、最後の巨大魚竜の一つでもあるんだ。大量絶滅と巨大生物、とってもロマンがある話だわ。ねえねえマリサ、イクチオタイタンの他には一体どんな巨大魚竜がいたの？お、霊夢も魚竜に興味が湧いてきたのか、嬉しいぜ。それじゃあ次は、イクチオタイタンセベルネンシスが発見されるまで、最大級だと考えられていた、キンボスポンディルスを紹介するぜ。キンボスポンディルスは、ドイツやアメリカで見つかっている。約2億4000万年前から約2億1000万年前、三畳紀中期から三畳紀後期に生息していた魚竜だぜ。なんだかポップな響きの名前で可愛いわ。キンボスポンディルスは名前もユニークだが、一番変わってるのはその姿なんだ。姿？魚竜といえばイルカに似た顔と尾びれみたいになった尻尾よね。そうだな。だが、キンボスポンディルスの尻尾の形はウナギに似ていて、他の魚竜のように尾びれ状にはなっていないんだ。それに背びれも持っていないから、最も魚らしくない魚竜とも呼ばれているんだぜ。我が道を行く進化を遂げたのね。でも尾びれがないと泳ぎにくそうだわ。本当に獲物を狩ることができたの？そこは心配ないぜ。この尻尾は体のほぼ半分もの長さがあって、現代の海蛇みたいに、体を左右にくねらせて泳いでいたようなんだ。しかも結構高速で動けたようだから、魚の群れを狩るのも余裕だったかもな。変わった見た目だと苦労してそうって思ったけど、案外効率的な体型なのね。キンボスポンディルスの主食は、やっぱりお魚だったのかしら？ああ、もちろん魚類も食べていたようだし、その他にも、アンモナイトなどの等足類も捕食していたぜ。キンボスポンディルスの頭部は1メートルもあり、その分口も大きく、この巨大な口には獲物を捕獲するための歯が並んでいたんだ。頭部だけで1メートル、とっても大きいわね。そういえば、今回の話で大切な体長について聞けていなかったけど、キンボスポンディルスは一体何メートルあるのかしら？キンボスポンディルスの最大種は、2021年にアメリカで新たに見つかった、キンボスポンディルスヤンゴルムだとされている。なんとヤンゴルムの体長は、17.7 メートルもあるんだぜ。最初に25メートルなんて聞いたから小さく感じるけど、よくよく思うとかなり大きいわね。だって、現代の生き物で17メートルなんて、マッコウクジラ級よ。そう、かなり大きいぜ。しかもこの種は、地球最初の魚竜が誕生してからたった300万年ほどで、このサイズにまで進化したんだ。かなり急激に大きくなったのね。まるで神様が、魔法で魚竜を巨大化させたみたいだわ。かなりファンタジックだが、確かに面白い例えだぜ。同じ海の巨大生物といえばクジラがいるが、クジラはもっと長い時間をかけて、ゆっくりと巨大化したからな。同じ巨大生物でも、進化の流れは違うのね。さて、魚竜の大物はまだまだいるぜ。次はショニサウルスだ。ショニサウルスの発見地はアメリカで、三畳紀後期にあたる、約2億1500万年前に、生息していたとされているぜ。そして、今までに40個近くの化石が発見されている、資料の多い魚竜なんだ。かなりたくさん見つかっているわね。もしかして、一度にたくさん死んでしまったとか？いや、これらは別々の時代に死んで海底に堆積したものだぜ。そうだったのね。何か悲しい事件でもあったのかと思ったわ。ショニサウルスにはどんな特徴があるの？まず口は長くて、ヒレは他の魚竜よりも細長かったようだ。それと、ショニサウルスは昔から丸みを帯びた姿を想像されてきたんだが、1990年代以降の研究から、今までイメージされていたよりも、ずっと痩せた体格をしていたことがわかっているぜ。じゃあ、予想より一層イルカみたいな流線形に近い体型だったのね。そうだな。そして、ショニサウルスに対する誤解はそれだけじゃないんだ。え、一体どんな誤解があるの？実は、背びれを持った姿で書かれることが多い一方で、実際に背びれが存在したことを指示する証拠は見つかっていないんだぜ。そうだったの？あ、でも確かにイルカの背びれにも骨は入っていないって聞いたことがあるわ。もし魚竜もそうだとしたら、背びれの証拠を見つけるのはとっても大変でしょうね。そうだな。いつか飛び切り状態の良い化石が見つかることを願うばかりだぜ。ところで、ショニサウルスはどのくらいの大きさがあったの？ショニサウルスポピュラリスという種は全長15メートルで、2004年に発見されたショニサウルスシカニエンシスは、なんと全長21メートルに達するぜ。21メートル、キンボスポンディルス超えね。でも、シカニエンシスの分類はまだ安定していなくて、ショニサウルスよりもシャスタサウルスという余裕に近いと示す研究もある一方で、2013年にはショニサウルスに近いという研究が発表されていたりと、かなり曖昧な状況なんだ。シカニエンシスの取り合いっ子みたいな状況なのね。それじゃあ、シャスタサウルスはどんな魚竜なの？
シャスタサウルスは、アメリカ、カナダ、中国など様々な国で見つかっている。約2億1000万年前頃、三畳紀中期から三畳紀後期の魚竜だぜ。かなりいろんなところで見つかっているのね。生息域が広かったの？というよりは、当時の大陸が繋がっていたことが理由みたいだな。確かに、今とはかなり地形も違ったはずよね。他にはどんな特徴があったの？そうだな。まず、さっきシカニエンシスの話に出たように、シャスタサウルスは、ショニサウルスに近縁な魚竜だぜ。でも、見た目はあんまりショニサウルスに似てないわよね。そうだな。シャスタサウルスは魚竜の中でもかなり特殊化していて、例えば口はかなり短くて、しかも歯を持っていなかったんだぜ。え、それじゃあどうやって獲物を食べていたの？それが、まだよくわかっていないんだ。でも歯がないってことから、主に柔らかい頭足類を吸うように食べていた、とも言われているぜ。確かに、吸い込んで丸飲みしちゃえば歯がなくても平気ね。けど後の研究で、魚竜の顎は、吸引して食べるやり方には向いていないとも言われているんだ。なんとも言えない状況だわ。もしかしたら、私たちの考えつかないような、変わった食べ方をしていたのかもしれないわね。ああ、いつか真実がわかるといいな。さて、それじゃあ最後に、三畳紀の後に登場した巨大魚竜を紹介するぜ。もしかして、イクチオタイタンの時に少し登場したジュラ紀の魚竜のこと？そうだ、名前はテムノドントサウルスで、ヨーロッパで見つかった。約2億年前から約1億7500万年前にあたる、ジュラ紀前期の魚竜だぜ。さすがに大きさは、三畳紀の先輩魚竜たちより小さいのかしら。ああ、体長は約9メートルから12メートルほどだな。でも、十分大型ね。12メートルなんて、大型バスくらいの長さだもの。けど、テムノドントサウルスが巨大なのは体長だけではないんだぜ。霊夢、一体何が巨大だったと思う？魚竜で、巨大でしょ。口の大きさとか。正解は、目の大きさだぜ。テムノドントサウルスは、直径20センチメートルにもなるとても大きな目を持っているんだ。これは、今まで発見されてきた生き物の中でも最大なんだぜ。20センチメートル。ってことは、手のひらよりも大きいくらいのサイズじゃない？本当に大きかったのね。やっぱり、視力も優れていたの？そうだな。狩りの時には視覚を使っていたとされているぜ。テムノドントサウルスはマグロのような細長い体をしていて、魚類や頭足類の他に、首長竜や他の魚竜も捕食していたんだ。他の魚竜まで襲っちゃうなんて、かなり獰猛な魚竜なのね。脊椎動物を捕食していたジュラ紀の魚竜はテムノドントサウルスのみとされていて、実際、ステノプテリギウスという魚竜の遺骸が腹部から出てきた化石もあるんだぜ。まさに頂点捕食者って感じね。恐ろしいけど、かっこいいわ。ただし、種によっては魚のような小型の獲物や、体の柔らかい獲物を捕食していた可能性がある。歯の小さいテムノドントサウルスもいたようだぜ。同じくくりの中にもいろんな種がいるのね。ちなみに、捕食の時は口を開けた状態で獲物に向かって突進し、捕獲していたみたいだな。顎は素早く動かすことができて、咀嚼というよりは、噛みつく動きが得意だったと考えられているんだ。10メートル級の凶暴な捕食者が突進してくるなんて、食べられる側からしたら怖すぎるわ。テムノドントサウルスは開けた海洋の深い海域に、生息していたと考えられていたんだが、ドイツ南部から見つかった標本には減圧症の痕跡が確認されなかったことから、少なくともこの標本は浅い海域に生息していた可能性があるぜ。浅い海にこんな凶暴な捕食者が、もしも現代にいたら、ビーチで安心して遊べないわ。でも、イギリスで見つかった標本には減圧症の症状が見られるから、ドイツのものとイギリスのものとで、生息環境が違ったかもしれないんだぜ。ドイツとイギリスってそこそこ近いのに、生態が変わるなんて不思議に感じるわ。そうだな。これからもどんどん新しい化石が発掘されるのを祈るばかりだ。と言いたいところだが、実はテムノドントサウルスとおぼしき化石が、2021年にも見つかっているんだぜ。かなり最近じゃない？一体どこで見つかったの？発見場所はイギリスの貯水池の中だ。え、そんなところからひょっこり見つかったの？ああ、自然保護区の貯水池の水抜きをしたところ、地面から骨が突き出しているのが見つかったんだ。それで、地質学的に前期ジュラ紀のものであることなどから、テムノドントサウルスなんじゃないかと言われているんだぜ。ほんと、化石っていろんなところに埋もれてるわね。しかも、この化石を発掘するときに、周辺から他のテムノドントサウルスの歯も数本見つかっているんだ。これは、この化石になった死骸が漁られていた証拠だと言われているぜ。この一個の発見だけでも、当時の生態系を垣間見た気分になったわ。魚竜って、昔から最近までたくさんの発見があるのね。そうなんだ。恐竜以外にも、面白い古代生物はたくさんいるんだぜ。
古代生物も興味深かったけど、今日はマリサのテンションが高くて面白かったわ。これからも新しい発見について教えてくれるのを楽しみにしてるわよ。